i play but you never gonna me the other way what I'm doing ain't easy Bloody from the people who deceive me ends break through the chains i 久々にランダムニュースお届けしてまいりたいと思います。この番組は音声のみでお届けしております。作業のお供に移動のお供にしていただけますと幸いです。始まる前にチャンネル登録と高評価お願いします。その高評価の右の方にですね。スーパーサンクスというのがありましてスーパーチャットのように投げ銭ができるようになっておりますので、そちらもね。ご活用いただけますと幸いです。 えー、それから物販のストアも、ね、ありますので、リンクは SNS の,、まあ SN とのね、リンクとかとともに、えー、動画の概要欄に入れてますので、ぜひチェックしてください。ということで、早速、私の政治とプライベートのパートナーである石井秀俊をお呼びしたいと思います。 久しぶりですね。ねえっと日本語の動画というまあ動画というか音声ですけど、十 <laughs> 日ぶりぐらいになるかもしれませんが、はい、まああの今週はですね、えー、まああでちょっと出るかもしれませんが、東京を出張していたと。はい。二人で行ってました。えっ、ーえー、ということもありましたし、英語の動画をね、うん、英語のランダムニュースがね。えー えー、4本も出たんだね,そう,ねそうだよね、そんぐらい出てるね。うん、ですので、えー、<ー>まあちょっと日本語のですねこちら、楽しみにしていている方には申し訳ないんですが、<laughs> 久々ということになってしまいましたこっち見て喋ってもらえますかね。英語のね、ニュース4本のうち3つが、ね、シリーズになってまして、えー、北朝鮮の拉致問題と安倍総理ということになってます。ではい、9月うですねこの 日朝平壌宣言、えー、小泉首相のですね、うん、初めての北朝鮮訪問、あのキム・ジョンイルというですね、うん、あの今のジョンの父親です、ねうん、と会談をやったという、あれから20周年ということで、ねまあ、メディアでいろいろあったけど、まあ、とにかく報道がひどいのでね、うん、北朝鮮側に寄ってるというか。とか、あのうん、福田康夫とか田中仁志と,とかさ、まああの、あなたの動画が出てくるんだけど、うんその とんでもない連中が安倍さんが亡くなって、ね、<laughs> 安倍さんが反論できないっていう状態の中でも <laughs> お前、違うだろう、それ嘘だろうていうようなこと平気で言ってるからね、うん、まあそういうちょっとひどい報道が続いてたので。 ちょっとそれ言わないといけないなっていうことで、しかもまあ海外に向けてね、うん、まあ英語発信ということで,で、ね、まあ字幕がね、ついてるんでね、私がね、英語が一応できるので、能力を生かそうと、ちなみに私が英語で喋ってますが、あれ、原稿が実はありまして、その原稿をこの石井秀俊が <laughs> 書いております、それを私が英語に翻訳をして、それをまあ動画化しているっていう感じのプロセスでやってますので、それでね、張り切って今、喋ってます、石井秀俊さ <laughs> ん。 で,でも、ねあの、ポイントついてやってましてあの、まあ、単なる、ね、拉致問題の存在自体皆さん、どなたもご存知で、まあ、北朝鮮がかとんでもない判断しなんですけどこの20年前は、ね、あのとにかく拉致問題の構図が今と全く違ったっていうことを、うん、知ってほしいんですよね。我々はとにかく、まあ、僕なんか、ね、大学あれ2年生かな。 平成9年、北朝鮮の拉致被害者を救出する救う会というものができたとき、 うん、新潟の結成大会からずっと救う会運動をやってるからさうん、うん、当時はとにかく北朝鮮と戦う前に自民党日本の外務省とか日本の自民党と戦わないといけないっていうねあれでしょ自民党の前に座り込みとかやってたってうう自民党党本部前の座り込みとかねありましたよんかそれが考えられないよね私はすいませんあのそのま若いんで <laughs> <laughs> とか言っていや嘘ですけどのねあの私の世代からするとその時代を知らないんです よっぽど、ね、意識がない限りはああだからイメ、イメージがないんですよねだから本当、うん、その動画作って改めて思ったけどね、うん、やっぱりあの安倍さんなんですよ、うん、安倍さんがいなかったら、もう本当にとんでもないことになってたっていうことが、うん、そうね、<の>キーマンだったんだよね、だからそう、まだあの当時はまだ若かったけどね、官房副長官とか、うん、まあそんな時代です、総理になる前です、小泉政権の頃なので。だけどやっぱ安倍さんが、うん 最後の最後で砦になってたわけ、うん、でそれをやっぱりこの国葬の前にちょっとやっぱり振り返ってねまた海外に向けても発信して安倍さんって人がどんなね、うん、え重要な政治家だったのかってことはやっぱ知ってほしいなと、うん 海外の方がが、ね、逆に評価してますからねアベノミックスとかその辺ですけれども国内の議論がやっぱり国葬に賛成か反対かというわけのわからない尺度になってしまっていてで保守側もそれに乗ってしまっているので本来、安倍さんの功績を考えて、うん、じゃあこれから不足する分をどうやって補っていくかっていう議論をしないといけないのに国葬が、国葬がって、まあ、私もツイッターでは、ね、ちょっとは書きますけど、まあ、そういう状態なのでね。 ちなみにですね、うん、あの変な話だけども実は安倍さんがご存命の間は、うん、我々は実は安倍さんと政治的には結構戦ってきたんですよなぜかというと、まあ、いわゆる次世代の党それから日本の心を大切にする党っていう党で活動してきましたし一番最後は希望の党小池百合子さんの希望の党で選挙に私も立候補しましたので、うんうん、それは。 だからそういう意味では選挙という意味では安倍さんの自民党と選挙では戦ってきたんですよ敵だったんですよねだから変な話ですけど安倍さんいわゆる当時安倍安倍信者と当時言われてましたけど安倍信者と言われる人たちがめっちゃめっちゃ攻撃されたからね私たちを攻撃してました安倍さん大好きな人たちが私たちも好きなんですよ安倍さんのことは我々は保守の野党を作る ね、安倍さんよりもより右、安倍さんが自民党の中で一番右なんだから、そこよりもさらに右の勢力を作る、保守の野党を作ることが、むしろ安倍さんの応援になるんだと、うん、なんでそれが分かんないんだと、ね、ひたすら言ってたんだけど、安倍信者の人からめちゃめちゃ攻撃されてたわけよね、ボロかすらいネットとかで絡まれてさ、<laughs> めちゃめちゃ。何この争いって感じでしたね。だったけど 変な話だけど、それはわれわれ安倍さんの功績はよく分かってたんでう上で当時はそういう政治的な活動をしてたわけだけどもまあ今、ね亡くなられてこういう形になってそれはもうあの安倍さんの功績をねきちんとね言うべきだと認識がちゃんとないとね前提として、うん。 おかしいいと思いますねだからまあそれはその通りですでちょっとその話の流れだからあれだけ言っておきますけど、はい、あなたのそのね、陽子の,の英語動画の一番最後は献花台のところにね、あの国葬の会場である武道館とそのすぐ近くに作られる九段下公園だったっけ、九段坂公園か、の献花台のところにですね、 えー、我々行ってきました現地,、ねはい、現地にね行って、<週>東京出張だったんでね。はいえー、ちょっと私たちはちなみにね福岡の人間ですのでね、そう,そ,うそうなんですよね。だから,、まあ、だからあの東京の人はですねあのー。 武道館とか普通に行ってるよとかね,かるでしょね、地理うあのチリがねうん、普通の,あのう関東圏以外の人たちはわかんないので、位置関係とかよくわかんないかもしれないので、うんえー、なんか喧嘩台悪るらしいけど、どこ、うん、みたいな感じだろうし、うんうまあ、自分たちも見たかったというので、まあ、レポートをね、はい、あのしてますので、まあ、あの映像で見てもらうとね、あのすごくイメージ湧くと思います。で結局武道館で吉田茂ね、うん うん、元総理の国葬の時は武道館の、うん、で国葬があってその武道館の中に一般の人の献花台も置かれたんですよ、うん、だけど今回は外になったわけね、はい、でそれははっきり言うと左翼のせいですよね,ねもうその中核派もの、ね、デモの呼びかけとかも行われてるけど、うん、もうはっきり言って妨害っていうかとんでもないことが起きるわけで。うん でだから、普通にこなの間国葬反対デモとか、ヘルメットかぶってやるとそれはほ、ね、左いか、極左だ、左翼ですらない、<laughs> 極左だろうみたいな。で,で、結局あの、まあ、映像を見てもらうと分かりますけどね、その動画、あの武道館はあのお堀のね、故郷の,のお堀の橋を越えていくような形なので、うん、まあ要するにあそこを封鎖して、一般の人を入れないと。うん でだからあの全く外側に配置するということで九段坂公園っていう、まあ、小さな公園だねだからあれ相当歩道沿いに相当な列が並ぶような形になるんでしょうけどね,、うんねえー、まあ,あの動画をご覧ください。 でまあ、要するにご存知の方はあの靖国神社の反対側です、うんまあ、靖国神社のあの社殿の方じゃなくて、ね、大鳥居に近い方ですねああそうですね、うん、大鳥居の近いところの、うん、まあちょうど反対側っていうの感じの場所になります、えっと、すみませんそんな話が長くなったんですけど、えー、何の話からしましょうかじゃあ東京出張の話があったのでちょっとそのことを少し触れておきますがはい。 えー、21日の水曜日に、えー、少し、まあ、テレビとか新聞でも報道出てますけど、えー、チベットですね、えー、国会議員連盟の総会というのがあって、まあ、実は私、それに出席するために行ってきたんですね、ねで、えーまあ、これ、なんで、えー、今回開かれたかというと、まあ、チベットのですね亡命政府というのがあります。う それはインドのですね北部のダラムサラって我々も3年前に行ったことがあるんですけど、うん、そこダラ,ダライラもホームそこに住まれているんですけどそこに本部あの、まあ、拠点を置いているチベットの亡命政府というのがあって、うん、ペンパ・チェリン首相というですね現在、首相の人が、まあ、いるんですけどその方が去年新しく首相になって でまあ、ずっとコロナっていうこともあって、来れてなかったんですけど、今回初めて、ですね首相就任以降、初めて日本に来られたんですね、うんでまあ、今、この瞬間も日本にいますで、えー、来週お帰りになるんですけど、まあ、21日の水曜日に、チベット議連、国会議員連盟で、まあ、総会が開かれて、その総会の中で、このペンパ・チェリン首相に講演をしてもらうと、はい、まあいうことが行われたんですね、ちょっとそれね、ね産経新聞記事にしてるんで、ちょっとこれ、読んでもらいましょうか。はい、うん チベット亡命政府首相が安倍氏弔問、インド北部ダラムサラに拠点を置くチベット亡命政府のペンパ・チェリン首相が21日来日し、超党派の日本チベット国会議員連盟が国会内で開いた総会で講演した、チェリン氏はチベット、ウイグル、南モンゴルの人権問題、民族問題があることを国際社会の中でも主張していただきたいと訴えた。 まま読みますか、うんはい、チェリン氏はあ講演後安倍晋三元首相の弔問のため国会内にある安倍氏の事務所を訪問した安倍氏は生前チベットの文化や信、えー、教,教の自由に強い関心を寄せておりチベット仏教の最高指導者ダライ・ラマ14世は 安倍氏の不法を受け、昭恵夫人に所, <laughs> 所管で哀悼の意を示していた、<laughs> うん、ツェリン氏の来日は昨年の首相就任後初めて、議連関係者によると、ツェリン氏は27日の安倍氏の国葬,国葬儀への参列を希望して来日したが、政府は参列を認めなかったという。はい ということでこれ、TBS の報道では出てるんですが、えー、これね、TBS の報道でね、すごいひどいんだけどね、うん、要はこれねあの、チベット議連を通じて、外務省に交渉してたんですよ、はっきり言うと。うん、で、えー、だから直接ねあの、外務省に言ったわけじゃないわけ、そしたらね、外務省は、要はね、チベット亡命政府っていうのは正式な政府ではないと、うん、だからまあ認めないと。 えー、だけどそもそもね、うんえー、チベット亡命政府が参列したいって話は、そんな話聞いたことありませんねとか言っとるわけよ。えー、何言ってんのみたいな、えーえー、嘘こけみたいなね。えーえー そこまで言ったいやいや、間違いなく、それは TBS でも出てるんだけど、チベット議連の,あの事務局長の石川先生ね、前は長尾先生が事務局長だったけど、昨年の選挙の結果、今の事務局長、石川先生という方なんですけど、その方がはっきりと交渉してるんですよ、で、その TBS の報道の中でも、これ、ネットでもあの記事が出てきますあ、あというか、YouTube でも出てくると思うけど、中国への配慮じゃないかと。 だから外務省と交渉したけど外務省が認めなかったとはっきり言ってます、うんえー、で結局、参列できない、うん、で実はです、ね、これ、えー、ウイグルも一緒で、じゃウイグルも世界ウイグル会議のですねドルクン・エイサー総裁、現在の総裁がですね、うん 来日すするんですねでこの国葬の日には間違いなく日本にいるわけですけど、うん、こちらもです、ね、ウイグル議連を通じて働きかけが行われたんですがこちらも参列は認められてません、うんえー、結局まあもちろん中国への配慮ですね、うん、刺激してしまうからっていうところ、えー、まあいうことですね台湾はぎりぎり台湾中華民国としてぎりぎり入れてもらって ててるようなな感じになっっますいそなんはで結局ね、まあ、違いは何かっていうと、うん、まあ台湾とはねパレスチナと同じ枠組みになってるんだけど、うん、台湾とかパレスチナは国ではないとはいというかなはい、はい、要するに国交のある相手ではないんだけども、うん、要はさまざまな国際機関ねに 地域とということで入ってるわけでで、えー、その関係で、まあ、その国家ではないけど地域の代表ということの枠組みでこの台湾とですねパレスチナは入れてるんですね。だけどこのチベットとウイグルはそれはもう完全に中国の中の一部。うん であってその地域としても認められてなくてこの亡命政府とかまあ言うなればウイグルの世界ウイグル会議とかはまあ言うなれば中国から見ればさ中国境の内側中国から見ればテロリストみたいなもんだからねえ国家反逆罪だから向こうから見ればね。 日本がここを持っている中国の中にあるっていう設定なんですね、<う>設定がねだからあの、うん、認められないっていうそういう話になってだからまあ中国の有一つの中国に乗っかってる状態ですねそうそう日本もねうん。うん まああのそういうことで残念ながらでまあそのペンパチェリン首相のですねまあまあお見えになってまあ総会でですね講演されたということでですねまあ大幅な時間オーバーでですねちょっといや抑をね花もう思いがそんだけある証拠でしょうけども必死にねずっとあのまあ20分間演説される予定でしたが大暴してました倍の40分話したと思う間違いなく倍以上話した通訳を挟みながらだからですね余計に。 ねまあ、でも、英語でね話されたんで、あのチベット語じゃなくて、英語で講演されたんで、われわれ分かりやすかったですね。まあかりやすかった、あの結構き,きれいに分かりやすい英語だったと思からチベットはです、ね、やっぱり生き残りをかけても、すごい英語の,あの教育にね力を入れてますので。 そこに行くとウイグルと南モンゴルがウイグルは結構教育ですごいレベルの高い人たちも結構人材として多いのでいいんですけど南モンゴルは言語の壁にぶつかって活動上はねそういう人材はいるんだろうけどね活動していく中でいろいろありますからねちょっと難しいみたいで大変そうですのですねそうですねその子はしっかりサポートしていきたいとそこは陽子の一番の得意分野ですからね。 で東京出張、まあ、そのチベット議連の総会で私がどんな話をしたのかということは、おいおい,、えーまあ、おいまたお話したいと思います、これは完全にあの、ね、国会議員の総会だったので、民間人で入ってたのは櫻井よし子先生とまあ我々夫婦だけ、うんで、あとは国会議員しかいないという、まあ、状態ですので。ね えーまあ、そこの話はですねちょっと、あのー、今日は控えておきたいと思います、まあ、またいずれちょっと大事な話なので、そうですね、いつか話をちゃんとあの正式にご報告をね、後日したいと思います、ね、はい、えー、ということで、ですね次の話に移りますが、うん、あの前にね、その国葬に関して、ですね実はランダム洋子さん、海外の超有名メディアにインタビューされました、まあ、もちろん英語なんですけれども。言っていいいんじゃないの まだ秘密かな、まあまあちょっとやっぱ乗るまでちょっとわからないので、で一応あのあの乗る、乗る方向でちゃんとやってますけど、取材された当時、一週間、まあ、長くても2週間以内ということでしたが。 はいまあ、動画で出るはずです、まあ、ちょっと私の中ではあのきっちりできてないというか、欲深いので、<laughs> <laughs> あれですけれども、頑張りましたので、またアップされたら、ですね皆さんにご連絡したいと思います、なんかここの辺でです、ね、三、まあ、件、3件ですね、海外メディアでから英語でインタビューされると、どれも大きなところでね、大きい、3つとも大きいけど、3つ目は、知ってる人は知っているの世界かな。 全員が知ってるわけじゃないよねあアジアの問題に関心がある人は必ず知ってますけどでも,もう最初の2つは我々のアジアの運動とか関係なく誰でも知ってって,知って。うん、っていうところにランダム・ヨークさんがなぜか <laughs> インタビューされましたので、ねまあ、皆さんまたあのアップされたらご連絡差し上げますので楽しみに待っていてください。はい、はい、ということで次の話題なんですけど、えーとですね、これまあどうそういえばさ、うん、忘れたんだけど話ずっとやってて。今日あの 9月24日なんですよ、今、やってる土曜日なんですけどね。で,ねで、あと、こっち、これ、申し訳ないけど、あっと思ったんだけど、うん、まず日付まで覚えてないからさ、うん、石木さんのツイッター見て思ったんだけど、うん、あそうそう今日か、みたいな、ねそうそう。忘れないように言われたいやも,うもちろん事件自体は絶対忘れないんだけど、9月24日、今日はですね、うん、あの釈放した日ですね、のこれあの、えーっとですね、もう忘れもしない、2010年、だからもう12年経つんだね。 でもねこれ,これでみんなだから目覚めたみたいなところですね、事件としては尖閣諸島の,その中国漁船衝突事件、でこれ、ニュースで流れてたのは、2010年当時ですね、平成22年当時、私もテレビで見たのは覚えてるんですけれども、ま,あ、まだ大学卒業したてぐらいかな。うん だから、それではまだ政治が分からない話で、当時はね<笑><笑>だから、あれですけど、はい、いや、だからこれ、最初ね、うん、そのよくうなんか衝突したとか、だからやっぱ、一色さんの動画が出てね、やっぱものすごくね、うん、あの一色さんの、われわれ個人的にもよく知ってるからあれなんで、うん、あのあの動画を出してくれたっていうことはね、 大きかったと自分の仕事、ねうん、に目覚めたとになる、な分かっててやるって、ね。で、まあ、要は本当に尖閣諸島の現場ってこんな状態なんだとうんあのいうことが最前線がですね、最前線ってこんな状態で海上保安庁の人も、あれ他の国だったら撃沈してるよね、うん、あんなぶつかってきたらさ。戦争行為ですよ、うん、普通に。 しかもそれが当時、民主党政権が釈放してるわけよね。それもひどいんだけど政府が判断したならいいんだけどい、うん、いいっていうかかねわるけどゃずる、うん、その政府の判断じゃなくて沖縄の那覇の地方検察庁の中の自責検事が。 トップでもないってこと、えー、そう、うん、那覇地方検察庁の次席検事が、船長に計画性はなくて、日中関係を考慮して釈放すると、勝手,勝手にするわけないじゃん、勝手ににししたたことにしたわけよそういうことね。 上がこいつに責任を押し付けたってことねそうとしか考えられないだ誰が考えたってこんなにおかしいよねおかしいよで那覇の地方検察庁のそれもなんか自責検事がなんか勝手に釈放を決めてなんかそうらしいけどまあ了承しますみたいな戦国芳と官房長官が容認したとかなほなみたいなね総理大臣まで絶対に言ってる決まってるじゃん菅直人。 連に出席するためにちょうど日本にいない間にやってるわけさ<ー>もう知らんぷり私は関係ありませんもあいつ3つも逃げるわけさなもうでたらめだからさ <laughs> ね<ー>とんでもないやつ大震災の時も逃げるみたいな大震災の時はなんかあの「これでやった助かった」って言ったらしいからねあの東北の震災の時はとんでもないやつなんですけど、うん、まあこの釈放を決めた日が今日ということでまあそこからまあ12年経ってるわけなんですね もうこれれはは絶対に忘いいいけないと思います、まあ、ああいう映像が出るってのは大きいですよね、うん、実はあの全然別件なんだけど今映像で思い出したんだけどね、うん、あの小渕内閣の時だったと思うけどう北朝鮮のね、うん、あのいわゆる昔流行ったっていうと昔流行ったじゃない工作船っていうのがね まあいるわけ、あの船ね。まあ昔よくやってきていた。てか、今も来てるかもしれないんだけど。木造の船ってイメージですけどね、なんとなく。そんなことも。そんなことはない <laughs> 普通に鉄でできて。なんか見つかったりしてたイメージで。で、あ,いいあの、まあ一番有名なのは、あの、うん、最後、あの、あの、なんだっけ。 向こうの鹿児島のほうでさ、奄美大島のほうで撃沈してね、海上保安庁が撃沈というか反撃して、うん、向こうが自爆したのかな、うん、最後は、撃沈というかね、<ー>でそれをわざわざ海底から引き上げて、<ー>あの東京のお台場のね、ど、うん、こに一時展示してたんですよ、うん、で私、そこでお台場に展示された時にたまたま東京行くこともあって、それ見に行ったことがあるんだけど、うん、昔々。昔うんうん で、それが今は、ねなんかね、横須賀かなんかどっかの、ね、変なとこの博物館に変なとこって言ったら悪い、<laughs> まあ、東京の人は行けるんだろうけど、ちょっと地方の人はもう、なんか横須賀か何かね、なんかあっちの方の博物館に持っていかれちゃったりするわけ、うん、だからね、昔、石原慎太郎さんがね、うん、もう国会の庭に置いとけと。<もう笑> <laughs> 国会議員は毎日これを見ろと <laughs> <ー> <laughs> まあ言ってたんだけども、まあ、なんか横須賀がなんか持っていかれたんだけど、ねううね、でちなみにそれは撃沈っていうかね、まあ、戦って打ち返したんで実際に沈めたわけね、えー、戦だけど実はそれ前振りがあってね、うん、あの小渕内閣の時にね 工作船をね石川県の能登半島の沖でね、うん、追っかけ回した事件があったんですよ。うん、でその時戦後初めてね、うんえー、海上警自衛隊海あの海上自衛隊に海上警備行動というのが発令されたんだけど、うん、威嚇射撃しかできないわけです。<laughs> だからひたすら威嚇射撃して当てないわけ。だから北朝鮮の船はずっと逃げるわけ。<laughs> あの警察と一緒ですよね。うそうそうだか,、ねうん、だから絶対当てないから逃げろみたいな。交番の,のおまわりさんが銃持ってるけどその威嚇しかしないっていうのと同じ。そうそれはあの、うん、ちなみに話が変わるからあれだけどこれはあの逮捕されたあの韓国で逮捕された北朝鮮の工作員スパイが証言してるんだけど、うんうん、あの韓国で一番優秀なスパイは 北朝鮮に一番優秀なスパイは韓国に潜入させる一番出来の悪いスパイが日本に潜入させる日本向けになるとその教科書の中で教えられるのがもし日本の警察に見つかったら逃げろと警察が止まれ撃つぞて言っても絶対止まらなくて日本の警察は撃っても当てないからね絶対に走って逃げろと教えられたと証言してるわけですアホかという話なんだけどそれと一緒ですよね、海でもね。 海上自衛隊が威嚇射撃してるけど北朝鮮の船はどんどん逃げるわけで追っかけ回したんだかけしたっていうことがあってそのことがそういうことがあったんですよでそれは日本の世論を劇的に変えたのよねあの当時ね小渕内閣の時に何なんだとそれはおかしいんじゃないのかとだってこんだけ何で追い回さないといけないのか威嚇射撃だけして逃がし結果的に逃がしたとなんだそれっていうことで っていうこともありました、うん、で、それもねあの映像が一部出たんじゃないかな、うん、その時は出したんじゃないかな、うんえー、それでね、えー、大きく世論が変わったっていうことが、まあ、昔ありましたけど、うん、まあ昔の話ですね、うんうん、それも,も、うん、皆さんあのネットで検索すれば出てきますよその事件あのすごい有名な能登、うん、半島沖事件ですねだからたびたび起きてるんですよねなんかそのいやもちろんその毎日ねあの守ってくださってますよ海上保安庁とか、うん、ねけどその こうやって本当に危ないという,もう国家間の関係が変わりそうなぐらいの出来事がたまにこうやって起きているわけじゃないですか。うん でもなんかそれをねやっぱメディアもなんかその一時的にはぽっと、ね、もしかしたらあの報道はするのかもしれないですけれどもねなんか中途半端でうやむやになって今だって尖閣諸島に毎日のように中国が、ね来,ね、来てますよね、あの機関砲を、ねうんえー、積んだやつまで来てるというのにねもう報道をみんな麻痺しちゃって来るのが当たり前ぐらいになっちゃってますからね。うん だからまあ中国のね、昔、誰が言ったか忘れたけど、も、誰が言ったかリホリホん、だったかな首相が誰か言ったと思うけど、うん、日本は慣れるべきだと、<ー>本当に慣れ,ち慣れちゃったんだ、ね、本当におかしいことになってるんだけど、うん、だからもう本当に作戦にはまってますね、彼らの。はい、ということで、それは9月、今日が24日だからっていうことなんですが、はいえと、ちょっともう一つね、これも本当にどうでもいいっちゃどうでもいいんだけど,、まあどまあ、とりあえず触れときましょうか、あのうん、村上誠一郎。うん あのこれひどい、ね、ひどどいいねね皆さん今回の件で知ったかもしれないけど、うん、まあ実はこの人ずっとなんですよ。うん、ずっとあのはっきり言うとですね安倍政権の時に。うん もうひたすら安倍さんの足を引っ張り続けたもうお前は野党かと出ていけと、うん、ういう状態だったのに一番皆さんご存知なのは石破茂だと思うのね、うんうん、これはもうみんな誰でも知ってる、うん、石破茂はひたすらもうなんかもう今でもそうだけどさ、うん、もう安倍さんの悪口というかねもうずっと,なんかっと斜めから言うのが好きみたいなねであのずっと安倍さんと対立してたわけなんだけど、うん それと一緒、うん、っていうか、下手したら、もっとひどいのが。がのね、この村上誠一郎、それから、あの、広島で。あの、河井案里さんの、河、はい、井案里の煽りを食らって落ちた、あの、うん、参議院議員、ちょっと名前忘れた。うんえー、です。はい、なんですよ。だから、あの、河井案里の時が、なんであの、二人目を出したかっていうと。河井案里を二人目で出したのは。うん その一人目のあれが、その要するに広島の参議院議員がね、はっきり言反安倍にこい固まったやつだったからなんだけど、それはともかくとして、この村上誠一郎、ひどいですね、ちょっと皆さん、ご存知だと思いますが、うん、ちょっと一応、これ、記事紹介しておきましょうか。うん、はいこれ事事ですね通信 えー、自民村,かりあ村上氏国賊発言に処分論国葬出欠、立民もうちはもめ、うんはい、本文はここを読みますかね。うんはい、27日に国葬が行われる 安倍晋三元首相を国賊と表現した自民党の村上誠一郎元行政改革担当相に対し、同党内で安倍派所属議員を中心に厳しい処分を求める声が出始めた、はい、ちょっと村上氏は安倍政権時代から安倍氏の政権運営を批判してきた数少ない一人で、現在は総務会メンバー。 二十、えー、日に国賊反対を表明し、財政、金融、外交をボロボロにし、官僚機構まで壊した国賊だと言及した。これとんでもないですよね。うん、あのー、いや <laughs> どこの国の人ですか <laughs> って今の。<laughs> まああのー 国賊だというのはね、政治的な立場が違うのは分かりますよ、はっきり言うと安倍政権の間、ずっとひたすら干されてた人だからね。だから感情は理解はしまあもね。完全敵だから、しかしもう亡くなられててね、来週国葬があるっていう時ときにですよ国賊だとは何事かと、お前こそ国賊だ、はっきり言ういうお前が国と。という状態なんだけど、これがさ、 まあ実はね、選挙強いんですよ、これがいや、もう絶対落ちない、絶対落ちないどころじゃない、もう当選12回、それはすごい当選12回ってことは、つまり安倍さんより上なんですよね、10回言ってたら、めちゃくちゃすごいイメージだいや、もう10回言ってたらめちゃくちゃすごい、はっきりとんでもなく偉い12回。だから自民党の中でも上から何人目かぐらいですよ、当選回数でいえば。 えー、確かね、自民党で当選回数一番多いのは、あ麻生さんじゃな、なあ、村年齢的に江藤誠一郎さんかなんあ、ちょっと待って、その辺だと思うんですよね、うん、安倍さんもだから上の方ですからね、当選回数的に、ねえとね、江藤誠二郎さん、大分の江藤誠二郎さんが一番や13回、麻生太郎さん14回、<ー>この辺だよね。 二、うん、階さんとかが13回、石場とこの村上誠一郎が12回、まあ、上から5、6人番ぐらいになるよね、<ー>まあめちゃくちゃだからパワーがあるんですよ、うで選挙はもう絶対、うん、で愛媛の、愛媛なんだな、愛媛2区でね、要するに自民党が絶対通るみたいなね。 こ言葉悪いですけど、田舎に行けば行くほど大体自民党が強いわけだから、落ちないのよ、なるほどねもうそのなんていうかな、みんな愛媛に引っ越せ相手がさ、ひで復活もできないわけっていうぐらい、もうとにかく圧勝、圧勝できてるから、どうしようもないのよね、でも当選12回でしょ、しかもこれ、親からついでて2世だからさ、もうガチに地盤固まってるわけね。 だからこのジョあの、なんていうかな、除名だとか、選挙で次は落とせとか言うけど、そんな簡単な話でもなくてね、もう本当にだから、これ、安倍さんとかもね、頭痛の種だったと思う、ねうん、本当にあ、もうとんでもないやつなんですね、でしかもこれがまた総,今総務会の、ね、メンバーで,で、総務会っていうのは、これは実はですね、ご存知あると思うんですけど、自民党の中で、うん 本当実は目立たないところなんだけど、うん、目立たないけど、実は一番重要で、うん、まあ自民党のですねいわゆる党四役っていうのは、うん、まあ総裁が言って、ですねそのもとに幹事長、うん、それから総務会長、うん、それから幹事長、総務会長、政調会長、そして選挙対策委員長。うん これが自民党四役ですね。で幹事長も適さんでしょ。うん、でまあ今回総務会長はあの遠藤さんだったかな。あの遠藤先生と<う>、えー、あのオリンピックの山形かなんかの。で政調会長が萩生田先生で、えー、なんだ選挙対策委員長はあの森山先生かな。あの鹿児島の元国対委員長の森山さん。うん、えなんだけどこの総務会長って何やってるかよくやっぱりわからんね。うん、で実はこの総務会っていうのがあってこれあのまあ ななんていうかな普通の企業でいうと取締役会みたいなもんかな、うん、要するに自民党の幹部って感じですか自民党のありとあらゆる決定事項は最後は全てこの総務会で決定するという仕組みになってるわけ、うんうん、んなんか最高意思決定機関、ね、そ,そ,そ,それぞれだから一番最後は総務会で全部決めると、うん、でしかも全会一致の原則があるわけ、うん、基本的に全会一<ー>で、ね、基本的に えー、要するに多数決で物事を決めずに全会一致になるまで議論を尽くす効率という自民党の基本原則があるわけですよでその中にこういう、ね、反安倍さんで凝り固まったやつがずっといるわけ、あのー、まあだから昔からだからあの例の、ね、安倍さんの時代の例えばあの集団安全保障、ね、あの平和安全法制の時ともこの人反対してるんだからね。 うね、特定秘密保護法とかね、思想的に反対してるのか、<laughs> 反安倍だから反対してるのか、もうよくわからない人なんだけど、この人ね、<laughs> う<ん>もう訳わけかんないんだから、もうまあそれほど激しく、ひたすら反安倍で貫いてきた人なんですよ。<笑><笑> だから、手ごわいっていうところですね、まあ、で落ちないしね、絶対落ちないし、うん、でもう大臣経験してて、当選12回だから、もうパ党内の一応、うんあの、核っていうものがあってあの、仲間は全然いないだろうけど、別にやっていけるからっすねそうだけど、まあそ、それなりの地位を確保してるっていう状態なんですよね、うんでまあ、これあの、処分論が出ていてね、うんあの、どこまで処分できるかですよね、結局ね。うんえー うん、はいはい、ここら辺から言いまし。はい、ちょっと記事に戻りますね。はい、安倍派幹部の萩生田光一政調会長と、世耕なんだろう。広重,広重参院幹事長は21日、総務会メンバーの発言との理由で、遠藤。 総務会長に事実,事実確認とけじめを要求萩生田氏はあ茂木利光幹事長とも意見交換をしたあ党関係者によると国賊発言は党員の品位を汚す行為に当たる可能性があるとして幹事長権限で 党役,党役職停止処分とし、村上氏を総務会メンバーから外す案が浮上し,ているほら外したほうがいいね。外してほしい。ししえー、だからあ、安倍派内にはより重い処分を求めて、党紀、うん、委員会で、えー、処分を検討すべきだか、閣僚経験者との意見もある。あより重い処分でもね、そうならないんですよ。はい次 国葬前のタイミングで処分に踏み切れば、ああ、党内の動きに関心が集まる可能性もあり、執行部は対応を国葬後に先送り送りをする考えだ。何でも先送り。<laughs> ああ、検討したがりますね。ある党幹部は騒がない方がいい。幹事長の。 口頭注意ぐらいがちょちょあがいいと冷静なは、えー、対応をして。何が冷静な対応だよ<く>逃げてるだけですよって。だからなんだっけ <laughs> あのあの島田洋一先生がさ、うん、なんだっけあれぐぐクズとあククズとグズクズとグズって書いてあまし、ね、めちゃくちゃ書いてた。<laughs> まあネットに合わせてね <laughs> 過激な表現されてましたけど。おーおー書いててまあまあ書いてましたけど、えー、シェシェで終わらせる機会、えー。<laughs> <laughs> 書いてたけどさそもそも,っす,、ね、そも,そもですよべてがこの国葬の日,日にちの設定を間違ったなっていうのが、ねまあ、海外とのスケジュール調整とか警備の問題とかがあ,あってだろうとは思いますけれども7月に殺されてですよ、でも上旬に殺されてて。 でこれは九月でしょ。九月の下旬のわけじゃないですか。もう終わりに下旬とかもう終わりのね。二ヶ月半だよ。この間に反安倍のその運動が盛り上がってしまって、メディアもガンガンそれもネガキャンをして、でこういうやつも出てきてっていう風になんかもうね。うん 時間を与えることが設定ミスだよね、うん、完全に設定ミスそ、うん、同時にそのあのもう一つ思ったのが、結構、産経産科なんか報道されてたのが、あのローンウルフね、そのうん、模倣犯みたいなのが出てきたのそに、そのローンウルフ風型その、一人でテロみたいなことをその模倣犯的にやるような人が出てくるんじゃないかみたいな議論があるかもしれないですよね、でもそれも準備期間を与えてしまったわけじゃないですか、こっちの警備の,、ねうん、あの準備も大変だけれども、テロを起こそうとしたら、そっちの準備もテロ、テロする側も大変 大変ななのに、ね、でその準備がかかかるじゃないですか時間はその時間を与えてしまったっていうところは側面としてあると思うんですよね、私の場合はね個人的にそう思うので、うん、いや、この検討、検討はねよろしくない、即断してくれる。イギリスの国葬を見ても分かるけどね、ね、うん、できるんですよね、要は、ね。やろうと思えばね。やろうと思えば、うん、しあの、行こうと思えば来てくれるんですよ、うん、結局、うんうん。やる気があればね、どこもね。うん、だから結局にあのいや 急にやったらね、うん、みんなスケジュールが合わなくて来れないって、それはあの一般の人の話だからね、最高の、ね、トップレベルですからねもうその国家の判断としてスケジュール潰してでも来ますよ、うん、そりゃね。だから実際、イギリスはこれだけ行っては、日本だって天皇陛下まで行ってるわけだからね。うん、そうですよ あの集まるわけですよ、だからその、いや、俺も一番最初はねあ、海外の要人が集まるためには、それぐらい先にしないといけないのかなと思ったけど、うん、なんのことない、やっぱりこれもし、完全な失敗ですね、スケジュールミス、ススケジュールミこれ、外務省だったんだけどね、結局、はい、そうだと思います。言ってもしょうがないけど、もう来週、もうあと数日なんでね。 えー、とにかく、えーね、きちっと、ね、終わることを、まあ、祈りたいと思います、えーまあ、気持ちよく送り出して、差し上げたいですねこの問題については、ここで一つ、終止符を打たせて、うんまあ、10月に入ると臨時国会が召集されます、10月3日かなーガシ変えてくんの <laughs> おどうなんだろうね、もう忘れてた。<laughs> <laughs> あー臨時国会帰ってこないとかじゃなかったっけ。うん、でも問題はまあそれで処分っていう話も出るだろうけど、うん、除名までね除名あの自、うん、職勧告決議案までは急にはいかないだろうからその辺がどうなのかっていうね、うん、いうことでしょうね。うん、でちなみに、えー、10月3日に臨時国会が始まって、うん、冒頭で、えー、すぐさいあの例の追悼演説をやるっていう話で、あの前のね、うん、あの。 参議院選挙直後の3日間だけあったところで追悼演説って話で、うん、あ甘利先生に、ね、<ー>お願いしようかとかなんとか言ってそれはあのいろんな反対論があって自民党の中からも反対論があって大体、うん、いい与党がなくなった時は野党があって野党がなくなった時は与党の方でやるっていう、まあ、いろんな慣例があるとか言っててでも本当安倍さんの追悼演説立憲がやるのかよみたいなね <laughs> ないお前そこでなんか憲法 <laughs> 違反がとか言い出したら全然追悼にならないだろうみたいなね。 ちょっと微妙な問題があったんですがここにきてねあの野田元首相に振ったらいいんじゃないかっていう話が今出ててそれがベストだね野田首相はまあもちろん首相経験者で核はあるわけだし今度の、ね、国葬にも出るっていうことなので、ね、元首相がね元首相のに出ないのはおかしいってってね。うんうん まあですので、えーまあ、いいんじゃないかなというふうな話が今出てて、えー、と本人は話があれば受けるっていうような話にも、まあ、立憲が党としてどう考えるかという問題はあるけど、うんえー、そういう方向で今、調整されているそうです、まあ、これも、ね、きちんと粛々とやってもらえたらなというふうには思います、えー、もうそういうことで、ね、あまりもうみっともないことを、ね、引きずらないでほしいですね、はっきり言うと。うん、ちょっと,みっともないあのーうん 何でしょうねあの常識、うん、常識が欠けてるっていうのはもう問題だと思いますよ、しかもそれが国のトップのね、うん、国会議員って要は国のトップの人たちですからそこ,そこに常識がないっていうのはもう海外から見ても本当恥ずかしいわけで恥,恥,、うん、恥なんですよね。うん いや困ったもんですね。はい。はいあとも一応最後に一言だけ言うとなんかロシアでですねなんかあの動員令が出て徴兵。三十万とか言ってるでしょ。三十万集めるとかね。で三十<で><れ>万っていう数字はですよ日本の自衛隊の全体よりも多いんですよ。まあ <laughs> そうなんですの、ね。<laughs> どういうことですかみたいな。 まあ、うん、でもね、はっきり言うと急にあの兵隊で来ても役には立たんから、うんね、訓練しないとね、うんかしかもそこにだから反対側にねウクライナ側も本当に行っちゃうかもしれないよね。 まあ肉肉まあ一番は逃げ出すんでしょうけどさあのまあどうなるかとかと思いますその辺はまあちょっと専門家の分析に任せたいところですがあと例の住民投票とかねわけのわからない茶番が4州でやってるらしくってだからまああの独立を望んでいるその後ロシアに編入を望んでいるはい、ロシアみたいなねね <laughs> なんだそれはといやらしいです、ね、まあやだからなんか法,法的なこういう仕組みがもう意味をなしてないですよね、うん、ここまで来ると。 ですうまあ、ロシアはね、なんでしょう、結局、第二次世界大戦当時とあんま変わってないなっていうか、略奪からなんからもう暴力からもうね、うん、また変わってない、いまあ、あの満州に攻めてきた、あ,のあれから変わってないですだからよく分かりますよね、逆にね、今から逆算して、あ こんな感じねとこうなんとなくのこの映像とか見てるとわかるじゃないですかあ<ー>あだから当時もこんな感じだったのかなとか言ってねだからもう先人が本当にどんだけの怖い思いをしたとか、ね、悔しい思いをした、まあ、なんかそういうことがね、えー、ちょっとわかるような気がして複雑な思いがしております。うん、はいといとうことで そのぐらいですかね今日はね、はいえー、語っていったらねあっという間に時間が経 <laughs> ってしまいましたということで皆さん長いお時間きお付き合いいただきましてどうもありがとうございましたそれではチャンネル登録と高評価をね是非よろしくお願いしますそれからその右の方にあるスーパーサンクスからのご支援もお待ちしております お入れま,すまあうちの主人のね石英斗氏のリンクも貼ってますのでぜひチェックしてみてくださいということで名残惜しいですがこの辺にしたいと思いますそれではまたお耳にかかりますスメラギイアサッカーバイバイ